レジ。富山流抜刀道は旧陸軍富山学校において作成された軍刀刀法である。大正14年に刀戦の実戦体験に基づき、各流派の古武道刀法から5本取り入れ、分かりやすく組み立て、それに試し切りを加えて作成したのが始まりである。基本的に立ち技刀法である。戦後故中村泰三郎先生が一生涯をかけて剣の道を追求し、改良研究され、毛先切りを主体に8本に構成された自然体で合理的な刀法です。レイトレイニホンイノテイチュイヘイヨハンボン第2の敵つい、4本後ろの敵5本前面の敵右左前のつい、えいよえいThree! Three!
くご利用へご案内いたします。えきらく流柔術のご演武です。きらく流柔術、きらく流、無敵流、戸田流、柔らインカメンとして三流を一貫として送伝されているが、現在では単に気楽流と呼んでいる。伝書によると、流祖、戸田越後後に前田家に仕え、末盛の合戦では無類の働きをしている。流祖は戸田越後の神であるが、現在の気楽流を創始したのは六代の渡辺木右衛門である。技法としては上位取り、小不足、いずめ、腰の回り、上位抜け身、極意無刀取りとなっている。11代の飯塚ガレオ祭は戸田流、気楽流などを学び、さらに